アンドレア・アナスタージは、イタリアの男子バレーボール選手、指導者、ポッチョルスコ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元イタリア代表。1977年、セリエ A のパルマへ入団。モデナ在籍時にナショナルチーム代表に選出され、1981年2月8日に、行われた試合で代表デビューを飾る。 イタリア代表として出場した1989年、欧州選手権で優勝。1990年世界選手権で金メダル獲得。1990年ワールドリーグ。1991年、ワールドリーグで2大会連続優勝を経験。1993年に現役を引退し、バレーボール指導者となった。1999年、イタリア代表監督に就任。 同年ワールドリーグと欧州選手権でチームに優勝をもたらし2000年シドニーオリンピックでは銅メダルを獲得した2005年スペイン代表監督に就任2007年欧州選手権で当時 FIVB ランキング24位のスペインチームを初優勝へと導く2007年アテネオリンピック以降低迷を続けていたイタリアチームを再建すべく呼び戻される形で イタリア代表監督に再就任。北京オリンピック世界最終予選、東京ラウンドで出場権を獲得し、2008年北京オリンピック出場へと導いた。2011年2月、ポーランドバレーボール連盟の理事会の決定により、ポーランド代表監督に就任。同年欧州選手権同メダル、ワールドカップ銀メダル獲得へ導いた。2014年6月、 ポーランドリーグのトレフルグダニスクの初の外国人監督に就任した。ありがとうございます。